Cicito, koto sereno minani yotte, amen. Shu Yesus Kristo no megumi kami no ai, sereno majiwari ga minasang to tomoni, mata anata to tomoni. Kyo no misano iko wa, kino kiteng sareta osana Yesus kaino sista, azuma no eye no anso kuno tameni, kuno misao sasagemas. Minasang se naru saigi o kunao mai ni watas tachi no tsumi yo mitome yurusi yo negaimasu yo. Zen no no kami to kyo daisi mai no minasang ni kokoaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotare ni yotte tabitabi tsumi yo okashimashita. Seibu Maria subete no tensu to seijin, soshite kyo daisi mai no minasang. Sumi bukai watashi no tame ni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, tsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. Inorimasio. Bambutsu o samirareru kami yo. Onko Yesu no fukatsu o iwau watashi tachi yo. Kaerimite kudasai. Sukui nushi ga tatabi korareru toki. Subete no seijin to tomo ni yorokobi mukaeru koto ga dekimasu youni. Shu Kiristo wa ikite osamete oraremas. Yoyo tokosieni. Amen. Dai ichi rodoku.人たちの宣教。パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにというシラスとテモテに対するパウロの指示を受けて帰って行った。パウロはアレオパゴスの真ん中に立って行った。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き、動き、存在する。我らもその子孫である。
言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。神の御言葉。命あるすべてのものは神よ、たたえよ。地を治めるすべての民は神よ、たたえよ。すべての支配者は神よ、たたえよ。若者と乙女たちは神をたたえよ。年老いた者も子供たちも神をたたえよ。命あるすべてのものは神よ、たたえよ。神の名をたたえよ。神は偉大、その栄光は天地よ。神はその民を高められた。神に選ばれた民イスラエルは神の声を上げる。命あるすべてのものは神よ、たたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ。私は父に願い、父が与える証の霊は永遠に、あなた方と共にとどまってくださる。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。ヨハネによる福音、主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父
が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。主の御言葉、キリストに賛美。パウロは福音宣教を続けて、今回はギリシアのアテネに福音宣教の活動をやっていました。人気なところでアイロパグスというところで、パウロは神学的なことを、神様のこと、またギリシアの文化の神々の考え方と、このイエス様のことを述べ伝えた結果、一人のギリシア人は、ディオニシウスという人は、改心してキリスト者になったことは、今日の第一朗読のことです。この聖霊によって、パウロはこの福音宣教を熱心で、情熱を持って、いろんなところにこの福音宣教を果たすことができました。またこの聖霊降臨になる前に、今日のヨハネ福音書もイエス様が約束された聖霊を、私たちも一人一人すでにこの聖霊の働きが実現しました。ただの毎年の聖霊降臨、またこの聖霊の結ぶ実を私たちも毎日お祈りの中で、その愛、喜び、生成などなど、この聖霊の結ぶ実を私たちは賜物としていただきました。この聖霊の働きは私たちは見えないけれども、そのイエス様の約束されたことは、まさに今の時代は聖霊の教会の時代です。旧約聖書は父なる神様の時代、その後イエス様の時代、この世に生きた時は33年間イエス様とともにこの弟子たちは体験しました。イエス様が昇天なってから聖霊を送って、私たちは今までずっとこの聖霊の働きはこの教会の教えで進めています。今日一日、パウロのように私たちの対話、また人との関係、そのいろんな文化、いろんなところでこの神様がすでにおられるというふうに、このイエス様のことを述べ伝えるのは、私たちの証人としていろんな形で今日一日神様の恵みをいただいて、いろんなやり方の福音宣教を述べ伝えることができますように。その同時に、子シスターアズマの永遠の安息のためにこのミサを捧げますよ。アメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、
神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、あなたは御子の奉献によって、私たちを誠の命に預からせてくださいます。キリストを知る恵みを受けた私たちが、復活を生活に生かすことができますように。主キリストは生きて治めておられます。ゆいよとこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、過ぎ越しの子羊キリストが捧げられたこの時、感謝と喜びに満ち溢れて、あなたを讃えます。キリストは私たちの救いのために、その身を渡し、十字架の誠の生贄によって、旧約の生贄を終わらせ、霊と真実による新しい礼拝をお捧げになりました。天と地は、主の復活の喜びに満ち、すべての天使は、あなたの栄光をたたえ終わりなく、褒め歌います。聖なる、聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天使に満つ、天には神にほさんな、主の名によって来られる方に賛美、天には神にほさんな。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの司教、トマサクイナスマイダーマンヨと、ウサ司教、パウロサカエトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召されたシスターアスマを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、
聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪を、お許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしますよ。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に。招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。慈しみ深い神よ、あなたの民の力となってください。主の食卓で養われた私たちが、古い糸を脱ぎ捨て、新しい命に
着ることができますように。主キリストは生きて治めておられます。ゆゆくとこしえに。アーメン。マリア様の取り付けによって、子シスターアスマの永遠の安息のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きましょう。主の平和のうちに。神に感謝。